カモンさん、何してはるんですか？1992年に放送されていた深夜番組新しい波、若手芸人がネタ見せをするという内容で、この番組で人気があったのがナインティナイン、極楽とんぼ、よい子、オアシズラであった。新しい波終了後、片岡飛鳥班であったナインティナイン、極楽とんぼ、よい子、オアシズの三浦靖子は、そのまま深夜番組飛ぶ薬という番組のレギュラーに抜擢されることになる。飛ぶ薬はショートコント主体の番組であり、この頃から、片岡飛鳥の指名で番組の進行役はニャベというスタンスができていた。みんなが面白くなかったら自分の責任にゃ。その後1993年に飛ぶ薬のレギュラー放送は一旦終了となる。その後にお色気色の強い深夜番組殿様のフェロモンが始まる。中山秀幸氏、時は高子氏、今田耕司氏と、現在では大御所となるメンツが司会をしていたが、飛ぶ薬のメンバーは引き続き殿様のフェロモンにも出演が続いていた。コウキの居座りは濃い。殿様のフェロモンは1994年に終了となるが、1995年、飛ぶ薬のメンバー推しとしてめちゃめちゃモテたい通称めちゃモテで土曜23時代再結集することになる。当時旬であった雛形明子、武田真嗣をメインに進行していくはずだったが、現場に行くと中央にナインティナインら芸人がおり、そのままの流れで進行していったと後に武田真嗣は語っている。加藤さんだけは当時ちょっとムカついてましたね。めちゃモテでは座りでのトークもあったが、そのタイトルのごとく、モテるためにかっこいいとされることに挑戦することもあった。リアルにモテたいと願っている岡門は基本的にはオチの扱いであった。芸能人とお付き合いしたい。だけど前に付き合ってた人がわかるのは嫌だ。なおこのめちゃモテでは後にめちゃイケでも長く関わることになるよもぎだ少年や、岩城浩一氏と岡門の関係などがすでに生まれており、明確にめちゃイケと繋がっていくことになる。岩城さんを怒らせてしまった。できる限り会わないように逃げ続けないと。人気であっためちゃモテだが、スポンサーの会社からニャベというやつはすぐ人を叩くというクレームが入り1年という短い期間で終了することになる。商売上がったりにゃ。しかしめちゃモテが終了した1996年、土曜8時というゴールデンタイムにめちゃめちゃイケてると解体し、パワーアップリニューアルされて放送が開始された。1996年に始まっためちゃイケは2018年の3月まで続くことになり、実に22年、新しい波から考えると実に26年という長さで親しまれることになる。めちゃイケは、僕の青春でした。めちゃイケの内容は攻めた内容が多く、エガちゃんがサブレギュラーのような形で物申す企画。失敗した人がの武士の集団にしばかれるしりとり、仮の大学まで作って出演者を騙すドッキリ。メンバーの狂犬が家族を持ち、子供が生まれるまでを密着していくドキュメント。現在ではどれも放送できないような過激なものが多かったのが特徴。しかし中でもめちゃイケのエースである岡門が、その比類なきダンスの才能を生かし、アイドルやミュージシャンのライブで芸人とは思えないほどのダンスを踊る。かっこいいはずなのに面白いというスタイルを作ったのです。ブレイクダンス、ウィンドミル、ヘッドスピン、踊って笑いが起きる不思議。放送倫理やコンプライアンスなどが整備された現在では、めちゃイケのような番組を作ることはなかなか難しいと思います。しかし、その作り上げたもので多くの子供たちが心から笑い、その子供が大人になった今も良き思い出として残っている、伝説の番組と言っても良いものだと思います。